マリア・インマクラータ・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア帝室の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大公女、トスカーナ大公レオポルド2世の彦、レオポルド・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ王位請求者である、マドリード公、カルロス・マリアの娘ブランカの間の第二子、次女として生まれた。全名は、マリア・インマクラータ・カロリーナ・マルガリータ・ブランカ、 レオポルディーナ・ベアトリクス・アンナ・ヨーゼファ・ラファエラ・ミヒャエラ、スタニスラバイ・イグナティア・ヒエロニ・マカルミーのカタリーナ・ペトラ、セチツチイリアである。宣令名は、父方の祖母、マリア・インマクラータ大公妃にちなむ。家族からは、マクの愛称で呼ばれた。両親は、ウィーンに、パレト・スカーナとビル・ヘルミー・ネンベルク城の二つの、城管を所有し、校舎の城だけで80人以上の使用人を、 抱えるなど、裕福な資産家だった。インマクラータは1歳年上の姉ドローレス及び2歳年下の妹マルガレータと一緒に育てられ、3人の姉妹は芸術への関心を共有した。インマクラータは家族の中で目立って学識が深かった。また様々な楽器の演奏に情熱を傾け、特にピアニストとしての才能を示した。 両親は娘たちに多言語習得を中心とした教育を授け、母語のドイツ語の他にフランス語、スペイン語、ハンガリー語そしてイタリア語を学ばせた。第一次世界大戦が勃発すると、インマクラータは赤十字社の従軍看護婦として奉仕した。1918、1919年の二重帝国と君主制の崩壊に伴い、対抗一家は、 皇族の身分と全財産を失った。対抗一家全員はオーストリア共和国市民に登録するのを拒み、スペインのバルセロナに亡命し、以前に比べれば貧しい生活を送った。インマクラータは1932年7月14日にローマにおいて、死営なのと市貴族の末裔イニーゴネイリセルネイリと結婚した。二人は、 ローマのモントーロ通り4番地に今日構えた。夫婦は両方とも結婚した時に40歳を過ぎており、間に子供を持つことはなかった。1950年に夫と死別すると、姉ドローレスが暮らすビアレッジョの亡き母の屋敷ビラ、テヌータレアーレに身を寄せた。ありがとうございます。